さっさと片付けましょう。私に任せて。あなたの強調に効果の後悔を振らせ、ネテオストーム早くがいい。援護要請。これで見るわ。ネテオストーム受けるよ。トラリズム止まれ。ハートレスパーク。ネテオストーム向かって。なんで速さだ。クリソネス引き寄せる。ジェネシック。オレオーラム交代。光を引き寄せる。だけの前に選びたくないよ。この前に殴られる。姫様へ。生命の息吹を応戦するよ。ハートレス。これでみんなの力になれるか。身のためだ。任せたまえ。あがくがいい。問題はないな。方が身のためだ。突進は私が止める。お願いしたら
空性を呼ばす。呼び戻す。交流連結。エイズターン。はっ。そこ。闇に沈みなさい。おしまい。私なら落とせるわ。早くの舞い。やれるぜ。早くの舞い。闇にこその無料の空性を呼ばす。一気に終わらせるわ。行きなさい。アドレビート。オブリア。純国のクラスが無料の軍勢を呼ばん。まあ俺が決めて。ティオハイム。ジェネシック。オレオーラム。傷を負ったらすぐに行って。ああ頼りっぱなしになりそうだ。さっさと片付けましょう。この弾丸で愛と勝て。ニルルがプルプルしてる。幸運の予感。どうしたんだ。真っ暗だぞ。照明が消えている。まさか金梁の奥が壊れたから。テューは？あんたは。フィアリアバキール、無事だったか。アバキールから聞いたわ。私があなたたちを襲ったってことを。覚えていないらしい。やはり操られていたのだな。タルニガスのことも聞いたわ。本当なの？肯定も否定もしたところで意味はあるまい。あなたはいつもそうやって。フィアリエ、その話は後だ。ティオ、レネギスが大変なんだ。それは見ればわかる。都市の機関機構に障害が発生したんだ。一部はかろうじてまだ動いているが、復旧にもう少しかかる。君が対応しているのか。一級技工士の君が。それなら問題ないんじゃないの。住民の間で不安が爆発しそうなんだ。これまでいつだって何かあれば王が布告を出してきたのに、いつまで経ってもそれがないところにこれだ。このままじゃ復旧より先に暴動が起きるかもしれない。おそらく王が何か告げることは二度とあるまい。なんだって。どういう意味なんだ。王とは我々が思っていたような存在ではなかったということだ。おそらく存在しないと言った方がいいかもしれない。何を言い出すの。スルドのあなたが王を否定するなんて一体。今は説明している時間がない。それよりこのレネギスの状態を何とかした方がいい。暴動を抑えるんだな。何か考えがあるのか。暴動ってのは大体不満とか不安が引き起こすんだ。だから安心させてやるのが一番っていうぜ。安心。つまり誰かが言って聞かせるって。今このレネギスで一番上位にいるのは誰なんだ。
レネギスは代官を置かず王が直接統治している、そういう話でしたね。そうだ。そしてスルドも残るは一人のみ。なるほど、こういう巡り合わせだったか。アバキール、まだ使える設備はあるか。王はなぜ沈黙したままなのだ。誰か、一体どうなってるの。我々はこれからどうなってしまうのか。レネギスの全ての同胞に告げる。私はスルド、ティオハリム・イルル・ケリス。ティオハリム様だわ。だが、なぜティオハリム様なんだ。王は、それにスルドブリガはどうしたんだ。王が対応できない状況にあるため、スルドの権限において私が代行している。現在諸君が不安の中にあることは承知している。どうか慌てず落ち着いてほしい。都市の機関機能の一部に異常が発生しているが、すでに技師が対処しており順次復旧する見込みだ。今諸君はかつてない不安と恐怖の中にあることだ。だが忘れないでもらいたい。レネギスは王やスルドによらず、まず諸君ら一人一人の連帯によって成り立っているのだ。我々が細かな違いにとらわれず心と力を合わせれば、必ずそこにより大きな希望が生じることだ。私は諸君と共にある。追い立てる者としてではなく、支え合う同胞の一人として、この困難を乗り越え共に明日に踏み出すため、どうか力を貸してほしい。みんな、あなたの言葉で安心したみたい。大きな混乱は起きていないわ。しばらくはこれでしのげるだろう。さっきの話は本当なの？王がいないかもしれないって。まだ断定はできない。だがおそらくそう考えて間違いあるまい。我々が信じてきた世界はその実まやかしに満ちていた。そんな。僕は信じるよ。禁漁でのことやフィアリアのこと、みんな筋が通ってる。でもアバキール、権威は私たちの秩序の基盤なのよ。私たちには上に立つ者が必要だわ。いるじゃないか、ここに。あなたが本気なの？今はまだなすべきことがある身だが、ことが済めば戻ってこよう。だが私は王ではない。君たちが知るような形の支配をするつもりもない。でもそれならどうするつもり？まだわからない。だがおそらくレネギスにも新しい時代が来ることになる。そこでは人が生まれや精霊術ではなく、様々なものによって認められるようになるだろう。例えば音楽のような。再会した時、あなたは変わらないと言ったけど、本当はとっくに変わっていたのね。ようやく私はあの人のタルニガスの死を受け入れられる気がする。君が戻るまではなんとかレネギスを持ちこたえさせる努力をするよ。頼む。メナンシアに戻るには時間がかかりそうですね。
すまない。メナンシアの人たちは自分の面倒が見られます。でもここの人たちには導くものが必要でしょう。それにあなたがレナ人の町を導くなら、それだけ早くメナンシアの外にも共存が広がるはず。腹をくくったんだな。ありがたくも機会を得たからにはな。このテュオハリム・イルル・ケリス、これより明日の聖者のために生きよう。昨日の死者のことは胸に留めつつ。支配者ではなく指導者として。君は時々難しいことを言う。どうやら当分あんたが暇になる日は来そうにないな。よし、船に戻ろう。レナに向かうんだ。レネギスの人たち、安心できたみたい。ローの助言あってのことだ。おかげで助かった。語ったのは大将だぜ。じゃあみんなのお手柄だね。Thank you.
装備は見よ。完璧、目から舌が飛び出るぜ。結局ある意味において私もまた奴隷だったの。レナの鋭だ。レナの体制や価値観に過ちを悟っ、そう俺も似たようなもん。奴隷か。そうで、ジルファは俺に戦う。たとえ道半ばで倒れたとしても、逆にどれほどのた、ジルファという男。俺も今。君はいつから気づいて。何の話。私が抱えていた。それが今さ。でもそうですね、そもそもの始め。今のあなたはきっと兄も誇らしく思っています。それも必要。どうしたの。ええ、デュオハリムの子。あの人が前に歩きだ。ずっともどかしかった。初めからその気になれば。でもようやく。じゃあ別にかな。おかしいな、キサラって本当。そうね、大きい子供だね。だがあの人に置いていかれないよう。レネギスって謎が解けるかと思ったら、むしろ逆だったな。ええ、それに目標も増えたわ。レネギスの改革。そうよね。未来のことはまだまだこれからだが、レナの支配の裏にある謎については次で決着がつくはずだ。うん、いよいよ
レナの本国なんだね。何が待ち受けているにせよ、本当の支配者の正体も赤い女もレナス・アルマもイバラも、全ての答えがきっとそこにある。みんな覚悟はいいか。向こうに着いたら何から始めるんだ。私たちはレナ本国について確かなことは何も知らないから、まずは状況を確かめるところからでしょうね。どこに降りるか次第では攻撃されないとも限らないぞ。都のようなものがあるなら。どうなった？何が起きた？座標が一瞬で全く違う場所に移動している。何？制御装置が入力を受け付けない。機関部もほぼ停止している。やばいのか？自力で動くことができなくなった。それもあの赤い女たちの仕業なのか？私たちを排除するためだというの？みんな、あれを見ろ。レネギスが中継しているように見える。ではあれがレネギスの真の役割だったのか。あんな状態で中の人たちは大丈夫なんでしょうか？無事を祈るしかあるまい。クソ、どこまでダナから奪えば気が済むんだ。破滅の花。なんとかしてあそこに戻らないと。船は本当に動かないのか？残念ながら休眠していた時とは違う。直せないの？星船の機構は複雑だ。素人が下手にいじれば
それこそ致命的な結果になりかねない。このまま漂うしかないってこと？閉じ込められたまま？いつまで？冗談だろ。ここまで来て何もできないって言うのかよ。目の前でダナがいいようにされてるのに、ただここで朽ち果てるしかないのか。よせろ。悔しいのはお前だけじゃない。悪い。諦めずに考えるんだ。きっと何か方法があるはずだ。アルフェン。今度は何だ。船が動いてる。違う、何かに引き寄せられている。されるがままに来たはいいけど、レネギスの様子に似ているな。レナ人、それともまた赤い女がいるのかな。わからん。だが我々を引き寄せた以上、誰かはいるはずだ。待ち伏せしているわけでもなさそうだ。誰だか知らないが、何のために俺たちをここに。おいシオン、私たちに危害を加える気なら星船に乗っている時にできたはず。行ってみるべきよ。ああ、シオン、いいところに。ちょっと手を貸して。ダメ。いえ、ロウったら。いいのよ、もちろん。うっかりね。えそうね、いつの間にか自分が感じ一人。大丈夫よ。でもありがとう、茨がある限りだから。いつか。うん。ってお前、こんな時にシャレになんねえことすんなよ。だってローってば。しょうがねえだろ、こんなとこで平然としてられる方がどうかして。だからさ、フル。ああ、用心は大事だが。それにしても。ああ、ダナからいつもレナを見てたから、世界が丸いのはそうなん。でもそのレナがわからないわ。レナとダナ、どちらの世界も星だが、大や鋭ぶりがどっ。ティオハリム、何者なんだ俺たち。あの、ええ、それに最初のはやはりレナに。焦らないで。どうしたの。あ、いや、進歩が。それでもここ気づいたらなお。